皆さんこんにちは。ターゲットワンチャンネルスタッフ生です。またまた無駄にカッコつけておりますが、今日ご紹介するのはこちらです。じゃじゃーん、ブルッガー&トーメ USW ブロックカービンキットのご紹介でございます。こちら発売からそんなに間が経ってないんですが、東京マリーさんのグロック17 Gen 4もしくはグロック19 Gen 3に取り付けることができるスリムでコンパクトスタイリッシュなカービンキットとなっております。いやスタイリッシュでコンパクトでね、メカメカしくてめちゃめちゃかっこいいですね。スタッフ生個人的にこういうのツボなんですが、こちら当店常連のまっちゃん様にお借りしました。まっちゃん様どうもありがとうございます。いつものように関連モデル詳細は画面右上カードもしくは概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければチェックしてみてください。それでは早速このめちゃめちゃかっこいい USW カービンキットレビュー行ってみたいと思います。早速 USW 打ってみたいんですが、こちらね、東京マリーのグロック19 Gen 3がベースとなっております。もうねコンペンセーターとかもついてね、ちょっとそれっぽくかっこよくなってますが、マガジンはねちょっと長めの17を使ってみたいと思います。こうちょっと飛び出るのもかっこいいですよね。この USW はブロックカービンキットの中でもねかなり軽量コンパクトなので、こう片手で持っても全然苦になりません。ちょっとこのまま打ってみましょう。ちなみにコッキングハンドルがこちらです。普段はね寝てるんですが起こすことができます。指をかけて引っ張ってコッキングします。おお、サブマシンガンっぽくてかっこいいですね。こう指を離すと自動的に倒れるんですね。これは便利です。もう打ちやすい。この USW キット分の重量でね、より片手の時もブレにくくて安定感ある感じします。ストックはねここが6解除ボタン、握った右手の人差し指で押すとロックが外れてこう起き上がるんですが、これをね手でグッとカチッと広げる感じですね。おお、ちょうどホールドオープンしましたね。ホールドオープンするとねこんな感じになります。後退したスライド部分まで USW のレシーバーで覆われてます。下半分は普通のグロック19がそのままなので、リロードなんかもね普通にやりやすいですね。ここのスライドストップも使えるんですが、このコッキングハンドルでジャキッと戻すのも結構かっこいいですよね。おー、やっぱりねストックあるとかなり安定感増して狙うことができますね。でこの一見頼りなさそうなストックなんですが、強化樹脂製で、接合部分もがっちりしているのでほとんどぐらつきがありません。こうねぐっとちょっと力を入れて片付けしても全然グラグラせずに狙えるので、これかなり実用性も高いですね。レシーバー交換は 20mm 仕様にもできるので、いろんな好きなドットサイトを載せることもできるんですが、このようにエームポイントアクロ P1 タイプのドットサイトを直載せすることもできます。実銃だとねよくこういうセットアップありますよね。このアクロ P1 タイプはレプリカなんですが、覗くとこんな感じですね。結構ねちょっとレンズは青みがかってますが、ドットは割とクリアでね狙いにくくはないですね。
丸いベアリング 0.2g、 5m10発、90点、なかなかいいグルーピングですね。数値は 34.8mm。 まあ、ベースモデルがグロック19なんでね、グルーピング自体はハンドガンの時とそんなに変わらないんですけど、ストックがある分ね、やっぱりちょっと安定して構えられる感じがしました。新宿店10メーターレンジにやってきました。今度はノーベルアームズの定番人気機種コンバット T1 をちょっとね、20ミリレールを介して乗っけてみました。あとはね、このフロントのアンダーレール部分にシュアファイヤー X300 タイプのライトをつけてます。おお、めちゃめちゃかっこいい。こういうのね、僕大好物なんですけど、こういうスタイル好きな方結構たくさんいるのではないでしょうか。さらにはこの東京マルイさんのロングマガジンですね、これを使ってみたいと思います。どうでしょう、このスタイル。うわー、一気にこう格好さ増しますね。まずはピストル打ちでね、ちょっといろいろ打ってみたいと思います。人型の頭、おー、マガジンがね、長い分結構反動もビシッてきますね。次は空き缶です。おー、狙いやすい。次はね、ちょっとストックを展開してしっかりホールドして札を狙ってみたいと思います。おー、一発だけミスしましたけどね、ほぼほぼノーミスで 10m の 9×4cm プレートを倒せました。やっぱりこのストックがあるとね、安定感増し増しで、かなりしっかり狙うことができます。拳銃でもやれないことはないけど、なかなか難しい新宿店 10m の6枚の的早打ち TSS タイムトライアルゲーム。このね、ピストルカービン USW だと結構当てれる気がします。やってみたいと思います。いや、惜しい。最後ちょいミス 6.06 でもこれ5秒台いけるぞ。おー、出ました 5.15 秒。ラックスブレースだと何秒くらい出るんですかね。ちょっとやってみたいと思います。516、なかなか頑張った。6枚の的早打ちの TSS タイムトライアル対決はね、どっちも打ちやすかったんですが、わずかにね、この USW がベストタイムで勝りました。この2つを比べてみるとね、グリップの後ろ基準でUSW の方がね、結構ストックが長いんですけど、これね、結構個人的には程よい長さで、あんまりせせこましくない感じで、ゆったり自然に構えることができるんですね。カービンとかサブマシンガンとあんまり変わらない感じで狙えちゃうので、この打ちやすさがね、ちょっとだけタイムが良かった原因かもしれません。まあ、とにかくこの USW のこのスタイルね、非常にブルガー&トーメらしいきっちりしたかっこいい作りでね、見てるだけでも楽しいんですけど、せっかくライトもつけたんで、ローライトシューティングもやってみたいと思います。ここまで照明を落とすと、もう薄ぼんやりしかね、まと見えなくて狙いにくいんですけど、ライトがあれば結構いい感じで打てるんではないでしょうか。おー、暗くてもなかなかいいタイム 6.01 秒。
こちら専用のホルスターもあります。こういう風に腰につけることもできるんですね。見えるかな、ここがロックボタンになってます。ここをね押すとズバッとこう抜くことができるんですね。おお、めちゃめちゃかっこいいけどね、やっぱりコンパクトとはいえね結構でかいんで、もうこういう風にすると完全にもうなんか持ってるの、怪しいもん持ってるのバレバレですよね。はい、ということでブルッガー&トーメ USW グロックカービンキットレビューをお送りしてきましたけど、いかがでしたでしょうか。実物の世界でもね、最近こういうピストルカービン結構流行ってるみたいなんですが、こういうモデルの真髄は元々のモデルが持ってるポテンシャルを最大限引き出せるっていうところにあるんじゃないかなと思います。ハンドガンの2ハンドホールドだとどうしても両手で支えるのでね、ちょっとブレたり連射時にコントロールが難しかったりするんですが、こういうねストック付きのカービンキットだとロングガンのようにしっかり構えることができるので、遠距離ピンポイントも狙いやすいですし、バンバンバンとラピッドファイアしてもねブレずに結構当てやすいっていうのが、こういうカービンキットのめちゃめちゃいいところですね。今回こちらのモデルお貸しいただきました。まっちゃん様どうもありがとうございました。いやーこれね、オフィシャルライセンスモデルだけあってね、各部の刻印もしっかり入ってたり、作りもかっちりしてるのでね、数あるグロークカービンキットの中でも1、2を争うぐらいかっこいいモデルだと思います。今回の動画面白かったとかね、つまんなかったとか何でもよろしいので、いいね、コメント、チャンネル登録などなどリアクションいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。当チャンネルではね、こういうカービンキットモデルもいろいろたくさんご紹介してますので、よかったらそちらの方も見てください。ということで、今日はターゲットワンチャンネルスタッフ末がお送りしました。バイバイ。